小鳥と会える条件は、条件が整っている時こそカメラを撮る、まあカメラを撮って出かけるということなんですけれども、私がここ数年ですね、毎日のように出かけていって、その中で感じたことですね、その中でまあ見つけた、まあ経験から出てきたものなんですけども、多分こういう条件の下でだったら、まあ小鳥は出てくるんじゃないかというふうなね、ことにまあ、気づいたので、そのお話をね、まず最初にしていきたいと思います。で、それをもとにですね、皆さん、天気予報をずっと、週間天気予報を見てからお出かけになるといいのではないかなというふうに思います。はい、その条件とは一体何かと言いますと、次のような条件が整ったら、まあ小さな鳥には出会えると。今で言いますとですね、まあジョウビタキとかルリビタキとかベニマシコとかミヤマホウジロぐらいの大きさの鳥でしょうかね。カラスとかヒヨドリとかツグミなんかはもういつでもいますのでね、まあああいうのよりもずっと小さい鳥たちのことなんですよ。で、条件はね、風があまりないこと、これがまず一つです。もう風は絶対ですよね。それから晴れている、または比較的明るい日であるということですね。曇ってでも薄曇りでもいいから明るいこと、両方合わせたら穏やかな時間が流れている、そういう時を狙うのがいいかというふうに思います。風があまりないことっていうのは、まあ一番は風って書いてますけど、これもまずね、風があるとダメなんで、例えばね、木々の枝や葉っぱが揺れる、草が揺れる、でそうした風であれば小鳥はもう姿を見せませんね。まあ私の、まあ体験から言いますと、まあほとんど見せないと思っていただいたらいいと思います。それから晴れている、または比較的明るいということで、まあ、空の明暗ですね。先ほども言いましたけども、薄曇りであれば大丈夫じゃないかなと思います。曇天でも明るいならいいが、まあ、それはそういう意味ね。で、風がなくてもあんまり暗かったらね、小鳥は出てこないことが多いんじゃないかなというふうに私は感じております。小さい野鳥を移そうと思えば、穏やかな時間が流れている時にこう、まあ、出かけると言いますかね、そういうふうにして、まあ、天気予報をですね、ご覧になって1時間ごとの変化を知る、でいい時間帯を見つけてその時にまあ行ってみるというのがいいというふうに思います。まあそんなわけで昨日行きましたけれども、風は強くて全くね、もう暗くて成果はありませんでした。まあ、そんなわけでね、今朝起きた後で9時ぐらいになったらね、外見たらね、明るくなっておりましたので出かけてみました。ではご覧ください。2024年2月7日、もう昨日と打って変わって、まあ青空が見えます。まあこれもね、天気予報では昼からは曇りになってるんですけれども、予想のほか明るくなったので出かけてまいりました。まず風がない、これはもう大事ですね。特に小さな鳥を見つけるときは風がないというのは、まあ私はもう今までの経験から必須条件だなと思いますね。全くないわけではないですけれども、穏やかです。この穏やかさがこの小鳥たちにとってはやっぱりね、人間と同じくありがたいように思ってるんじゃないでしょうか。では行ってまいります。あ、なんか隠れましたな。なんだろう、あれは。お、あ、これも飛んでる。あ、これも飛んでる。早速ほら、うん、あ、ベニマシコだわ。やっぱりね、こういう時にこそ出てくるんだな、ベニちゃん。おお、お、ベニマシコですわ。やっぱりこれ正解だね。風がなくて穏やかな日、これね。おお、ええ感じや。
2羽。おお、これ夫婦かな。あー、出てきましたよね、これね。ええ感じや。やっぱおるんですよ、ベニマシコが。ちょっとここもね、降りてみたいと思います。そっと。お、なんかあんなとこに、おお、モズがかっこいいところに止まってるよ、これ。このモズ何か狙ってますね、これ。お、なんか狙ってるんじゃないかな、これは。これはウグイスだわ。ああ、雲がちょっとやっぱり多く出てきましたね。天気予報間違ってないのかな。もうね、9時10時11時あたりは明るくて、その後は曇りというふうになってましたのでね。今なんか隠れましたね。空が曇ってちょっと風が出てきましたね。これはよくありませんね。よくないです。あれなんだ。ああ、隠れた。やっぱり昨日と違ってね、いろいろ出てきますよ。すぐに逃げたりするけど、あれはシメだ。ちょっとね、だいぶ近づいてきたんだけど、はい、シメですね。ああ、ヒヨドリも先端のね、実を食べるんだよ。ああ、小さいのがあった今。そこに今いましたけどね、小さいのが。おお、ベニマシコいました。ああ、立派なベニマシコがいた。やっぱりね、いいとこ止まった、いいとこ止まった。まだね、逃げませんね。ゆっくりとね、近づかないで。あははは、やっぱり警戒してます。あ、下に行ってしまった。ちょっとここでコーヒータイムです。コーヒー映ってるかな。あ、映ってる。クッキー。雲が多くなってまいりましたね。お、雨が降ってきた。えらいこっちゃ。ああ、降ってきた。どうしよう。傘持ってこなかったからな。そんな大雨になるような感じではないですけど。これでじゃあぐるっと回って駐車場まで帰ろうか。ホオジロですね。お、あ、これ止まってる。止まってくれたけど、この枝が多くてね。ホオジロです。あ、いいとこ止まってくれてる。雨が降ってますけど。
あの小さな板なんだ。こうやって回ってるの。ちょっと今見えにくいけど。お、上にも、あ、いる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 。これこれこれ。え、ひょっとしたらこれ、あ、エナガだ。エナガいるんね、これね。エナガだったのか。エナガですね、あの飛び方は。あ、いいとこ止まってる。いいとこ、あー。惜しいな。もう一回こっちは。どうだ。もう次の瞬間いなくなるからな。あ、止まっても。カシジュウから降りますね。雨がずっと降ってるんで、一回ちょっと退散しようかな。この雨雲がね、どっか行ってくれないと全然ダメで。傘ね、まさかな、今日傘いるとは思わなかったな。